皆さんこんばんは、スルベです。テクニカルクエストの続きからやっていきたいと思います。ちょっと間が空いてしまいまして、また少し緊張してますけれども、今まで通り、動画の方も、投稿できて、投稿できたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。そしてとうとうたどり着いたわけですけれども、超激辛のティルラ、一番最後と思われるクエストですね。先ほどと初回報酬は同じように、紫色の古文書、そしてコンティニュー制限が1回とあります。この1回を使ってしまうと、その星6にするために必要な素材が手に入らなくなってしまう。ということでですね、ここは気を引き締めてかかりたいと思います。どういうわけか、激辛の方がやる気の数字ではちょっと高いというのが疑問ですけれども、辛口の方もそうですけどね、若干超激辛に比べて数字の大きさではちょっと大きくなっているのが気にかかるところですけれども、それだけコンティニューじゃないですけどね、やり直しが多発するような内容なのか、それをちょっと遊びながら、ちょっと様子を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速遊んでいきたいと思います。例のごとく2色以上同時消し、そしてスキルの数も2倍、スキル発動までの付与数も2倍となっております。で、赤デッキということなので、メインで赤デッキ、赤色を消していくことになりますね。もちろん単色ではない。やっぱりダメージ大きくなりましたね、この辺りが。確かさえないかというだけあって。今度はどうでしょう、ダメージ取ったかな。このお邪魔ピオにするのがまた厄介ですね。でもあとなかなか厄介な攻撃をしている。数が多いのもまた考えもんですね。そうですね、こう消すかな。やっちゃったやっちゃった。ちょっと見かからないな。まずはそのお邪魔ピーを少しでも減らさないと。ちょっと一回ミスをしてしまいました。もう少し数減らしたかった。さっきの失敗が痛かった。で、赤も消える。まず緑の子、弱点なので緑の子をどうにかしたいところですけど、攻略サイトでは確かこのアニーさんを狙った方がいいみたいなこと書いてたんですけどね。多分厄介な攻撃してくるからです。よし、ここで消してみましょうか。消えなかった。同時消しですね。こうかな。同時消し。これで次はアニーさんを狙って、大きいダメージを与えていこうと。ちなみにリーダーが蒸気シリーズなので、2色じゃなくても、同時消しできれば、ネクストプヨを3つか。ネクストプヨを3つ、自分の属性用に変えることができるんですよね。
結構厄介です。多分このお邪魔ぷよに変えてくるのがアンディさんの特性なのかもしれない。それで早めに倒すように攻略サイトにも持ってたのかもしれないですね。お、全部消えました。少しできたかな。しかも回復量も結構いい。よし、ここでまず一人倒しました。それなら、どうしようかね。これで同時消しですけども、お邪魔ピューにしてくる、ね、他のカードも。同時消しじゃないとダメなんですよね。全然同時消しか。うわっ、一色を邪魔ピューにした。ダメージのこともあるのでちょっと怖いです。今のうち消しようかな。ああ、そうです。それなら2つ消えますね。結構時間かかりそうです今回。まあ最難関というだけあって、まあ赤は消せないけども、同時消しではありますね。いいよ、赤消えた。回復はできたので、まあよしとします。今度は黄色か。よし、同時消しまで。あ、今のは運がそうです。まず一つ目のステージをクリアしました。で、二つ目が、あ、カバルンがいます、ね、カバルンがいます。そろそろ使ってもらえますね。でもこの赤い、赤で2、赤で2つ消した分は無効なんです。分かっても、まあここはあえてこれでいきます。まあ2色同時消しになってなかったので、バイオリズ発生じゃダメージにならなかった。よし、カバルーンは倒しました。次が紫と黄色、緑に紫で、赤も消えますね。で、また無理です。三色いけますね、これ。こうしたら三色。まあ、三色にしたところでダメージが、その、変わるものかと言われたら、そういうわけでもないんですけど。まあ、なんかたまたま消えるのがあったので狙ってみます。次は、まあ、こう狙ってみようかな。2色、まあ、今回はデッキがいいというのもあってですね、結構2色を選びやすい内容にもなってましたので、ね、まあ、それがまあスキルですね、まあ、今回は毎回これだったらって思う時もありますけども、なかなかそう条件も揃
揃わないものだ。ここは2段にすれば赤も消える。なかなかそんな多くの連鎖にはならないですね。なかなか続かないです。2段1段で黄色も消える。おお、いい感じですね。これたった4戦目でしたかね。最終ステージが4戦目だった記憶なので、まあこの宮城さん使うタイミングがちょっと重要になってくるかもしれない。まあこのクエストあるならば、まあガガクシさんあたりを強化しておくんだったなとちょっと後悔して。まあ各色のガラスさんですね。こうと。でも赤は消えなかった。こう狙ってみるかな。いや、それだと黄色が消える。1段、2段か。1段、こうかな。あら、今度赤が消える。黄色ばかり意識取られたらこんなな。一回してみましょうか。赤はまた貯めようと思えばなんとかなります。ただ2倍というのがありますからね。課題となるのはその2倍です。不要消し数が2倍になるということですね。4つ消えましたね。で赤も消える。紫、緑。よし、これで2つ目のステージもクリア。3。今度は3つ目。ここはまあ初になるのかな。今までなかったですね。カバウ。あ、カバウが。だちょっと超難関なのでカバウが怖いですね。カバウようになんとかする。で2ターンとありますので、どうすべきなのかな。ダメージ次第でちょっと考えるところですね。まあ、とりあえず赤をより多く振るようにちょっと調整しておきます。あ、消しちゃった。あ、よかった。あ、そうだった。それを利用してスキル稼ぎできたんですよね。そういう狙いがあります。爪が甘かった。2色以上同時消しが攻撃の条件だから、2色をあえて消さずに使用数を稼ぐという狙いがあったんですよね。今度赤がなくなってきた。まあ、同時消しでなんとか作れればというところですが、だって本当になくなってきた。ちょっと条件をもうちょっと出してください。麻痺なんで。この人ネロさんを使おう。ありそうでないですね、これ。ありそうでない。簡単かな、かな。使っていこうかな。一番厄介な。とりあえず仕留めました。
昼間は成功。しかも回復も結構。結構このステージ硬いですね、モンスター。どの子が、この子かな。いや、リーダーかもしれない。どの子が攻撃力減少してくるのかがよくわからん。よし、4つ受けてるなんて。まあ、一番厄介な存在を、まあ、とりあえずどうにかしましたからね。それだけでも大きい。できないよね。こうですか。これだったら消そうと思うかな。うまいことは分かんないけど、まあ、ダメージ落ちてますけど、うん、あ、そうだ、ドラゴさんのスキルのことすっかり忘れました。初休憩するんですかね。惜しいことでした、それで赤と青と黄色。なかなかダメージにならないです。しかもまた手出しない。一応回復しておきましょう。赤をとりあえず今開けたので。もったいない切り方ですね。それをそのない時にもったいない切り方が、あ、ダメ、いいだと危ないんだ。こう消すかな。こういう時に限って消えるんです。消えてほし、消えて欲しくないわけではないんですけど、もう少し有効な時に消えてほしいというのがあってですね、その時に消えなくてこういう時に消えるというのはちょっと複雑な気持ちになっちゃうんです、うん、それでこの能力ダウンがない時にそれが来てほしかったなというのが、まあ、本音ですかね。こういう時に限って赤が消える、もったいない。まあ、スキルためにはいいですけど、またまた、まあ、全体攻撃するからすぐ解除できますけどね、それで赤が消える、緑が消える、とりあえずそれでいきます。また割合回復なんて厄介なことしてくる。こういう時にプリズムボールにして、こうか、これで赤と青が消えるから、どうにかその苦手属性の子をやっつけられれば。次に厄介なのか、麻痺してくるこの人ですね。このおじいさん。ノームっていう人。よし、これでプリズムボール。いや、確かに結構このプリズムボールが助かってます。
それが厄介なんですよね。ダメージ3倍になるから。まあ、これでいきますね。黄色赤から。で次はここを消せば。よし。まあ、これで、まあ、とりあえず2色同時消しもうまくいきます。よし、いいぐらい残った。回避しましょう。みやびさんを倒す。で、2色消して。あとは平らなところで、あ、赤消えました。5色、5つです。5つ、わからないからね。今は赤を消さないでね。おそらく10個ぐらい封印してくると、10個ぐらいプヨ数減らしてくると思うんです。そのためにガガクシさんのスキルでネクストプヨを一列どうにかしとこうかなと。あとチャミドラさんが、まあ、盤面交換してきますしてくれますから、まあ、そこを頼りに生かしていければいいんですけどね。まあ、今お邪魔プヨ降ってきたところはどうにかしたかったのに。あ、2個しか消えない。またずるいって使ってくれと。2個しか消えない。消しようがない。これが消えればもうちょっと違ったんですけどね。嫌なとこ攻める。まあ、ここしか消しとくのがないんですもん。2つしか消えない。冗談じゃないですよ。もう一つ消せればいいんですけどね。本当に。あとこの天使シリーズが厄介なので、まずどうにかします。あ、でも結構消えてる。4つ、あ、これか。能力ダウンしてるから生かすことあるね。しかもそろそろ盤面の、あ、それまた違う答えといたのな。おお、危ない危ない。あ、その方がチャミドラさんじゃなくて混乱、混乱があるのか。こんな感じにしよう。ちょっと攻撃するのは危ない。だって、まあ、まずはこの人倒さないといけない。さて、今度はしくじらないんですね。全体感にして倍率も、まあ、エンハンスもつけて反射そういえばなかった。ありがとう。お、倒せました。で、これですね、これが連鎖の種です。ハートプヨのいずれかが答えなんですけども、うまく消せれば11点差になります。まあ、これはここですね。ハートプヨの設置されているところのいずれかが答えです。一通りまあ、見てきましたけど、まあ、それがどうも答えで共通してるんです。いくつ消すかによ、いくつ消すかについてはちょっと問題次第ですもんね。あ、2色以上。ああ、そうか。それとの相性が悪い。なるほどね。じゃあ、まあ、まあ、また2色しか消えない。こうか。あ、ごめん。
あ、でも倒せたから反射は来ない。よかった。あ、その一撃、その一撃で倒す場合はカウンター来ないんですよ。まあ、それが救いです。今の。でまあ、二つしか消せないな、今もですよ。うん。どうしても必要かな。まあ、ライフ1なのは、まあ、有利、優勢ではあるんですからね。ただ、二つしか消せないから。他に消しようがないんですね。どこ消しても4つにならない。どこ消しても4つにならないもん。無理でしょ、これ。あ、全体攻撃じゃなかった。まあ、分かってますよね。こんなんです。2つしか消せないっていうのは厄介ですね。本当に素直に勝たせてくれない。消しようかな。これだったら2つ消せる、ね、危ない危ない。これだったら2つ消せる。今度はこんなんもない。まあ厄介ですよ本当に。どうにか決着つけたいものです。よし、クリアクリアしました。あ、これは手こずりました。いや、だいぶ残っているように見えますけどね、結構これは苦労しますよ本当に。コンテンツにはしてないな。これでもらえたかな。あ、いやよかった。このね、このペンダントがちょっと私の狙いでした。もう大連鎖チャンスがどうのというのはもう成功させてないってことですね。逆に言えば大連鎖チャンスだったのに同時消しのために2色同時消しの条件を優先させたがために全部失敗させたってことになりますよね。おのずと。あ、でもこのペンダント手に入ったのでティルラさんを、あとは羽の数が集まり次第ですけどね、ティルラさんを無事に、まあ、星6にする条件は成り立ちました。まああと羽集めだけです。羽がまあ4ついるんですね、これ。まあ、これについてはまたどういう風な入手経路があって、まあどういう、まあ羽を集めるしかないのか、この羽自体をもらえるのか、もらえるクエストがあるのか、まあ、それにちょっと寄っていきますので、まあこの辺りは調べていきたいと思います。とりあえず今6つあるので4つこの赤い羽を使って、この黄色いなんか火の鳥の尻尾みたいな素材にしておこうと思います。これで一つは確保ですね。そういえばクエストの方でもミッションクリアの報酬にもありましたね。な、あ、もう全部取ってしまったのか。まあこういう風にあるんですよね。もう今全部ティルラさんのは取ってしまいましたけど、まあ、この後続けてコイン枚数獲得していくとご覧の通りの、まあ、チケットがもらえるというもんですけど、まあまあ、10枚ぐらい欲しいなって思いますね。苦労に見合わないというか、うん、まあそのあたりはまあ敷居の高さといいますか、そういうのが伺えますね。さて今何分ぐらいかな、まあ、30分ぐらいかちょうどいいね。まあ、どうにか30分でクリアできました。残りの羽についてはまあ次回、いやまあ次回もないですけれども、まあティルラさんに至ってはまあ終わったので、まあ、残りの羽についてはクエストを進めるなりして集めて星6の姿を拝んでいきたいと思います。最後になりますが、ご清聴どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。あとコメントもちょっと来ているようなので、まあ、閉じた後に確認したいと思います。それでは。